高橋大輔さん、関西大学高校クラブ。いや、スピンは。よかった。落ち着いてた。いや。ステップがちょっと動かなかった。これ、左が言うことしたんだ。まあ、明日、ちょっと時間あるから。うん、
もういいよ、持っといて、持っといていいよね。ちょっとビビっちゃったな、アクセル。長かったね、点数出るまで。これもまあまあまあ、乗りにくい。左、右足大丈夫だ。左がね、もうちょいつませてそこに。いやー、僕すごい高いね。これももうちょっと流れるかと思ったら全然流れなかった。右足来ちゃった。左力んでないからさ、力んでるからすごい右使ってるみたいな。右にくい、簡単になっちゃったね。ここだけちゃんとした、キャスターちゃんとしようと思ったら最後のステップでさ超ビビりまくてさもうでもまあ一番、今シーズン一番良かった最後まで、うん、スピンが釣れない。スピンの前ももう落ち着いてみた、うん、ちょっと最後、うん、本当はそのまま入りたかったけど、うん、やばいかなと思ったから私あげんなんてあんな怖い顔してる大輔選手です。お疲れ様でした。疲れました。緊張しました。まずは、はい、お帰りなさ い。この全日本の戦いのリンクに戻ってきていかがでしたか。いやもう本当に今回目標にしたのが最終グループに入りたいということだったので、このショートプログラム外れないというところで、思った以上に緊張感が本番になるにつれて近づくにつれて緊張感高くなってきたんですけど、スタートしてアクセル降りた時点でちょっと冷静になれたかなと思います。やはりその緊張感、5年ぶりの全日本ですが、その緊張感は特別なものありますか。いやーもうなんて言うんですかね、本当にこんな雰囲気の中で戦ってたんだなっていうのを改めてまた思い出したのと、よくやってたなと思って、でもそれでも、ね、これだけお客さんがね拍手していただいたり苦戦送っていただくことって本当にこんなに嬉しいことなんだなっていうのをなんか改めて実感しました。そうですよね、その歓声、会場は高橋選手のことを待っていた大勢のファンからの温かい拍手に包まれていましたが、演技の後どんなこと感じました。でも 100% のね、ちょっと演技が出し切れなかった、ジャンプなんかで少し詰まったりとかっていうところがあったので 100% お見せすることはできなかったんですけど、でも今シーズンの中で一番感情もこう自分自身入れられて、滑りとして悪くないショートプログラムはお見せできたかなと思います。フリーではどんな演技を見せたいですか。もうあとはもう何も考えずに思いっきりこうもう全部失敗してもいいやってぐらい思いっきり出し尽くして、その全力の姿っていうのを見せたいなと思います。4回転に関しては挑戦する予定ありますか。一応明日1日ね間が空くので明日も練習して本番の朝もやって、もうスタート直前ギリギリまで悩んで決めたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お久しぶりです。なんか変な感じ。